かと言ってもいいカードです。これはさあ見ていきましょう。もう覚えたアレックス、チュンリー戦、チュンリー使いアレックスというかユリアンとあまりやりたくないというプレイヤーですね。そうですね、やっぱユリアンはあの本当に、まあ、ヘッドでの1フル空中あり、はい、やはり体力の多さというのがですね非常に高い。さあここもう1枚使っていますね。ここは1枚使っていく、はい、画面を追い込んでテレビを。さあでもここはとりあえず画面端は出して、これをどのように脱出していくのか。アレックスジャンプだけ、ジャンプ台系統、はい、移動だけでまずダメージ取っていく。歩き膝が刺さる、はい、さあここでジャンプが刺さり、登り子が入っている、壁は消えてしまう。まだこれは中足保育では死なない体力。まずは1本貯めていく。さあお互い1本あるので、さあ投げ、ここはチュンリーがこれは使っていく。ここはまずはダメージ削っていきましたね。今大胆な歩きを見せました、はい、アレックス2段目がある。中足投げて移動投げ、まだ残ってる、どうする。さあこれは EX が、EX 気候圏あると残ってましたね。タイミングやっぱずれるんで、いやアレックスの全てを取ってくれるかと思いましたが、はい、そこはさすがにというところでしたが、さあ MOV が堅実な立ち回りで1ラウンド目を先制取ります。あ MOV 投げ返す、落ち着いてますね。落ち着いてますね、はい、ジャンプ台系、やはりジャンプ台系がこの戦いキーポイントでしょうか。8台パン、はい、さあアレックスここはもう強気に使ってきましたね。使っていきますね、はい、まずは1本使ってと、はい、そうですね、MOV ただもうここはもう1本半あるんでどこかでやっていきたいんですが、はい、なかなか攻めにも行きづらいですね。これさあここはしっかり確認している。さあお次はどうする。さあダッシュ、これはつなげている、炸裂見せる MOV、 残り0ドット。ただ MOV あのカーフに持っていき、さあこれは決めていく、決めていく、ただでは死なんぞと。すごい試合です。これも RX 見せていきます。 MOB の分割百裂というこの戦い、はい、さあここで画面端で決まる、さあ見えない、さあタックル、はい、刺さる。さあ MOB ここから負けたいですよ。どうする MOB、 体力は大幅に不利、はい、さあ赤ルロ、さあここで足したいパン、足したいパン、ゲージがわずかに、わずかに足りなかった。これ足りる、さあ画面端、これはここは割れてしまう、割れなかった。さあ残りドット戦2段目の、ああ投げたい投げ、勝ったのは MOV。 いやこれは